というわけで皆さんどうもこんにちは、えー、サウトメランマ役の山口亜平です、えー、今ですねアフレコが終わりましてですねまああのー、ランマは相変わらずもうなていうのかなあのー、家族的な感じでアフレコが進んでますからねまたあのー、今回もとっても楽しくアフレコできましたまたあのー、すごく面白い作品ができたんじゃないかなと思うんで、えー、期待して待っててほしいんですけれどもここでですねせっかくですからあのー、出演者のみんなにですねいろいろ質問をちょっとかましてみようかななんて思ってます。 で、ででまず最初にですすね、ね、林原めぐみさん、えー、とです、ね、イベントの時にですね、新之助役のたけちゃん草尾くんがですね、酔っ払うと面白いっていう話をしてたんですけれどもどういう風になるんですか何かやっちゃったんですか教えてください。 って余計なことを聞きやがってって思ってるんですけども、えー、まあ,あの酔っ払うとどうなるかということで私はあの大変お酒飲みにあの思われてるようなんですけどそんなに飲みませんそんなに酔いませんただ飲んだ時あの気心の知れてる仲間だと幼児対抗現象を起こしそしてかなりわがまま状態になり人に物を食べさせたり食べさせてもらったりすることがあり迷惑をこのぐらいかけることもあります。えー、さててについてなんですが今回私はほんの一言 一言一言一言のためにやってきましたでも皆さんに会えてとっても楽しかったですさて次のキャストへの質問ですが日高のり子姉に質問です、えー、日高のり子お姉ちゃまは私と同じアロマテラピー仲間ですが最近どんなオイルに凝ってますか教えてください え林原妹からの質問なんですけれども、えー、私がアロマテラピーで今好きなオイルは、えー、ネロリという、えー、オレンジの花の香りのするオイルなんですけどそれはあの顔にスキンケアに使ってますあと夜寝る時はですねクラリーセージというオイルをね炊きながら眠ると本当に気持ちよく眠れるんですごく好きですさて今日のラんなんですけれども久々に思いっきりですねらんまと口喧嘩ができてほんとスッとしましたストレス解消には最適ですねやっぱりランマは。 さて私からの質問はですすね高山みなみなちゃんにしたいいと思います、えー、私が結婚当初ですね本当に料理が下手なんですけれどもあかねちゃんのように、えー、みなみちゃんはよくスタジオの隅っこで簡単に作れておいしいお料理というのをよく私に教えてくれましたでみなみちゃんが最近作って超簡単で超おいしかった料理というのを教えてください日高さんからの質問にお答えしたいと思います。簡単でで、えー、おいいし料理ととうことで えー、ピーマンを千切りしますもちろん種は取ってくださいねヘタも取ってくださいね油をフライパンに敷きますピーマンをターッと炒めますそこへですね皮をいて、えー、中身をほぐしたたらこをパッと入れてたらこがちょっと白くなるぐらいまで一緒に炒めてもらいますそこにたらこの塩加減を考えながらお塩をちょっとそして胡椒を少々で炒め切りましたらば 簡単なおつまみの出来上がりなんですけれども、これが次の日の朝トーストに乗っけてチーズをのへあトーストパンに乗せてチーズを乗せてトーストするとまた美味しいという二日間は楽しめる料理です。ぜひ一度お試しくださいませ。えー、今日のランバは本当にみんなとまた久々に会えてとっても楽しく終わりました。そして私からの質問ですが、かすみお姉ちゃん、えー、井上キ子ちゃんに一つだけ。 秘密を教えていただきたいのですけれどもお姉ちゃんいつもおにぎりを食べるときにですねコンビニのおにぎりありますね海苔を別にしておにぎりだけ先に食べて後から海苔を食べるんですけどこの醍醐味を教えていただきたいと思います、えー、南ちゃんからの質問に答えたいと思いますあの、おにぎりの海苔とご飯を別に食べるっていうあのその理由なんですがあ単純に一つのおにぎりで2回楽しめるっていう <laughs> えっとそういうことです。<laughs> ごめんなさい。それでですね、えー、っと今日もあのランマのスタジオとっても楽しくて作品も面白いし、あの台本も面白いし、そして共演者の皆さんも楽しいしという感じで本当にいつもランマのお仕事楽しくやらせていただいています。えー、じゃあ私からの今度は。 お父さん、大林龍之介さんへの質問です。あのお父さんというのは見た目は割とこう。ダンディでクールであのかっこいい方なんですが、どうもお父さんのセリフをしゃべる時は、あの外見と似合わないような。変な変なことを言ったり、変なことをしゃべったりするんですね。それはなぜかなって私考えますと、やっぱりお父さんはあのテレビドラマとか舞台とか。でもたくさん活躍しているのできっと何か？ うん、変な役を今までいっぱいやってるんじゃないかって思うんですね。ですからお父さんに今まで自分の人生の中でやった一番変な役を教えてください。えっとですね、えー、プロボクサー上がりでアル中で自分の姉さんの子供つまりめいをずっとつけ変質さのように付け狙うというね 役をやったことあります。これはあのフジテレビで五年ぐらい前に、えー、オンエアされたものです。ロマンプロのじゃありません。えー、っとおランマ二分の一は本当にあのこのカンパニーというかファミリーというか、えー、愛があって安らぎがあってそれから仕事の緊張感があって、えー、スタッフもキャストも僕は大好きです。尾、え、形、ー、さんに対する質問なんですが、尾、え、形、ー、さんそろそろ私たちもこう頭にちらほら白髪も出てきて。 えー、あれなんですけども健康法何かやってるとしたら教えてくださいえー、大林さんの質問なんですけども健康についてね、えー、病は気からっていますから、えー、自分で健康健康って字を書いて健康だと思い込むマインドコントロールしちゃうこれが最高ですよね、えー、それからランマのおお仕事場の雰囲気ですけど、まあ、皆さんおっしゃってる通り多分素晴らしいと思います。 えー、やっぱ早トミさんとの早トミは私ですよあの天童さんとの絡みがないとねなかなかあのうまくいかない場合もありますけど今日なんかも結構遊びましたけどね光一さんに質問なんですが、えー、え音楽の五線の上にですね奏子を ドルミアソラシドって金が五0 0 0からはみ出てるんですけど楽器を習うときに必ずそういうものを目にしますがなんであれ5,000から金がはみ出てるんでしょうかそれをちょっと知りたいなと思って質問したいんですよろしくはい、えー、尾形さんからの質問ですけども好きな食べ物はということですよね、えー、カツ丼です <laughs> 違いますか分かってますよ 楽器を奏でるから「奏が出る」で正解ですかやった今思いつきました、えー、それでですね、えー、今日の「ランマだったんですけれども、えー、本当にみんなも言ってるでしょうけどもとても楽しくあっという間にもう過ぎてしまいましたもう30分ぐらいで終わったような感覚なんですけども、まあ、僕としては花粉症との戦いでした。 はい、それで鶴さんに質問なんですけども鶴さんは本当に講師ともに仲良くさせてもらってとってもおしとやかで品のある方なんですけども怒るとちょっと怖いっていう噂も聞くんですけどもあの聞いた話であの道を歩いてて「あの姉ちゃんどこ行くんだい?」ってナンパされたことあるらしいんですけど,ですけども見事にそれを撃退したらしいんですけどもその時のセリフを教えてくださいぜひあの表情もつけて一つお願いします。地獄だよ <laughs> 山田さん、これが私の答えでございます。普段は本当に優しい私で、あのちょっとその時はね機嫌が悪かったんですね。すいません本当に。<laughs> えっと今日のランマなんですけれども、えー、いつになく右京がいっぱい喋ってまして、えー、仕事をしたなっていう気がしております。えー、レジャーへの質問なんですけれども。 レイちゃんは以前私がですね、え車でレイちゃんをお家に送ったときですね、自分の家への道順もわからなかったんです。ちょっと質問してみます。もしもし、レイちゃん、ちゃんと運転してるの運転してるんだな、これが。というわけで。 えーとはい私方向音痴です <laughs> あの自分で運転してても自分がどこに向かってるのか分かんなくなって道を一本間違えると悲しくなって1時間ほど走って家へ帰ってしまうというとんでもないやつです。えー、実は今日もですね電車なんだけど間違えたけで降りちゃってバタバタして遅刻寸前になってこのイヤリングを落としてしまったという路地ですね。 見つけた方は佐久間までお届けお願いいたします、えー、さて今日のランマの収録終わってなんですけれどあのー、ランマってこう途切れ途切れにしててもねなんかこう久しぶりっていう気がしないんですよ私たちのこの普通の世の中の他にランマワールドというところがあってそこでも毎日日常のように生きてるような気がしてそして今日はそのたまたま一日をこうして覗かしてもらったそんな感じかなはいさて私からの質問は関さんです、えー、関さんは同じ事務所のお兄さんのような人ですがお願いがあるの 私、笛は歌うのとしくん好きなんだけどちょっとだけでいいから振り付きでララララララあれやってお願いチャランチャ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 ランチャン,チャン雨の日も消えない虹をくださいありがとうございましたしいな れいちゃん、なんてことをやらせるんでしょうね、今のの今年の新しいタイプのフェア歌うのオープニングでした。さて、らんまですが、私、久しぶりに出たわけですけれども、どうしてらんまっていう音がモテるんでしょうね、たまにはムースあるいはムームーちゃんがすごく女性にモテるような、そんな話を今度、作っていただきたいと思います。そこででで今度僕からさんへのの質問ございますす春恋季節ね ちまでは高野花関とか小宮つ子さんとか年上の女房というのがだいぶ話題になっているようですけれども麻生さんにこの場だけでも旦那様のことはちょっと忘れていただいてもし麻生さんのところに麻生さん好みのすごいセクシーなお相撲さんがプロポーズに来たら麻生さん何歳ぐらいまで年下だったらプロポーズをお受けなさるでしょうかあるいはそのお相撲さんの年でも構いませんのでそれを僕は。 高額のたために聞きたいな、えー、関さんからとっても素敵な質問で嬉しくなっちゃいましたマジに私30歳ぐらい下まで、OK、よ <laughs> さてあの今日の録音なんですけれども私相変わらず皆さんがお上手なんで感心しちゃいましたいつも私はもた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 しててただライバルの八方斎がいなかったんでちょっと残念です。さてそれでは 芝居仲間の鈴木くんに質問したいと思います、えー、彼は実を言いますとベテランのニューヨーカーなんです、えー、ニューヨークのことなら何でも僕に聞いてくれといつも豪語しておりますのでちょっと最新の、えー、今ブロードウェイでやってるミュージカルまたは芝居の面白そうなのを紹介してくださいはい美ヨー Thank you, give me a nice question えー、ニューヨークでは、えー、僕はちょっとしかミュージカルは見れなかったんですけれども、えー、今っていうか、えー、東京のグローブ座っていうところで「ストンプっていうのがあったんですけれどもそれを僕はあのオフブロードウェイで見たんですが、えー、やっぱりオフブロードウェイの,あの小屋のような劇場であの臨場感のあるライブっていうのはとても魅力的でしたねぜひあのニューヨークに行ったらオンも面白いんですがオフの方にどうぞ。 えー、それからですね今日の「ランマーはとっても楽しかったんですが残念なことにちょっとセリフが3つしかありませんでしたそれではここで色白で美しいえ鈴鹿木さんにそんなふうに言われたら私はとっても困ってしまうんですけれど鈴置木さんの「全てが好きです」ってお答えするしかないと思います えー、まあ今日の「ランま」なんですがあと照れ隠しで言うえー、久しぶりでとっても久しぶりだったんで木立という人間がどういうイメージかっていうのは分かるんですがどういう声を出していたかっていうところが今一つ思い出せなかったりなんかして、えー、非常に困りました、えー、もっと回数出てきてればいいなと思います、えー、次回も期待しててくださいでも笑い声ができなかったので心残りですからここでちょっとやってみたいと思いますあー それではパソコン貧乏の千葉茂さんに質問です、えー。千葉さんはうるせえやつらの時からの付き合いなんですけれども、いつもブチ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 この辺が切れちゃうっていう風にお話してらしたんですが、まだ大丈夫ですか。あっびさん、ああどうもすみません。最近寝不足なのですみません。どうもあの皆さんおこんばんちはあのあなたの背後で千葉茂でございます。 えー、島津紗弥子ちゃんから、ね、あの質問を受けましたが、えー、血管が切れてないかと。切れてますよ、太いもん2、ね、3本、えー、この前も、ね、医者に行ったんですけど、ね、あと1本切れたらいや,もうやばいぞというふうに、まあ、あのお医者さんの方からは、ね、忠告を受けてますが、まあ、皆さんが喜んでいただけるんであれば、叫び続けようかなと思ってます。 ただ、まあ、今回の作品に関してはですねあまり叫ぶ場面があまりなかったんですけどもね、まあ、作品全体としては非常に面白いいいテンポでね和気あい、まあいと、まあ、特にお父さんとかねもうやりたい放題やってましたね、えー、皆さん、あのー、見ていただければね十二分にその、えー、面白さ加減が分かっていただけると思いますが。さて えー、これからね山内勝平君にですねあの質問をしてくれということなんですが、えー、最大今、えー、僕は悩んでることがあるんですがアザラシとアシカとオットセイこの違いがねよく分かんないんですよねですからこのことをですね山内勝平君に僕に本当に分かりやすく、えー、具体的に僕に教えてくれたらね、えー、あの勝、ー、平君を僕は尊敬したいなと思いますけどね彼、えーまあのことですからいろいろね調べてね、えーあのー、僕に分かりやすく答えてくれると思います。<laughs> ええー、足かとアザラシと夫性の違いですか。足かとアザラシと夫性の違いそれランマの作品的にもなんかこうプライベートでもなんでもない質問じゃないですか、千葉さん。それいじめですかただの。全、ま、くそうやって若い目積みたがるかな本当に、えー。アザラシと足かと夫性の違いですね、えーです。僕はですね、これあのー、全部同じで、あのー、アザラシっていうのが日本語で。 アシカっていうのが英語でオットセイっていうのがイタリア語だと思ってました。そういう答えじゃダメなんですね。えー、そうですね。アザラシはえっと。笑うやつですよ。あの鼻水出ちゃった。い <laughs> アザラシは笑うやつで、えっと、アシカは。あのお辞儀できるんですよ。で、オットセイは玉回すことができんですよ。違ったっけ。それでいいんですよね。 えー、ってなわけでですね、えー、はい、そうです。あの、9月にですね、えー、今度発売されますランマ2分の1の新しいビデオ作品ですけれども、えー、タイトルがですね、えー、ああ、呪いの破連動、えー、我が愛は永遠に、っていうね、えー、タイトル、あの、決してこれあの、今、盗み見てたわけじゃないんですけれどもね、えー、あの、9月発売、お楽しみにお待ちくださいませ。また、会いましょう。